3対2対2の3分戦です。人気を集めた中部勢が前から、中段が北日本、動いたのが4番の藤田、後方からまずは近畿勢が一本棒を崩してまいりました。確認した1番の小西、中部がどうするか。さあここで近畿勢が前を抑えまして、7番の門脇が上がっていく。さあ一度抑えた近畿勢、その上を今度は7番の門脇が叩きに行って主導権を握っていきました。7番の門脇先頭に変わって送り出して、4番の藤田が3番手、一方1番の小西は5番手です。前後布陣入れ替わりました。さあ7番の門脇がこの辺りは主導権取り、追走が3番の小橋、3番手に入って4番の藤田、そして5番手からここで1番の小西が巻き返してまいりました。5番の本村、口が開いている。さあ中部は2車での仕掛けとなって、ここで小西が先頭に変わる。追走が2番の藤原誠、叩かれた7番の門脇が現在は3番手、少し縦長な展開。最終の2コーナーからバック、逃げる1番の小西、追走が2番の藤原、あとは中段から4番の藤田がまくっていって4番手まで上がってくるんですが、これを止めにかかって3番の小橋、小橋が4番手で藤田を止めました。逃げる1番の小西、先頭に4コーナー回ってくる。先頭が小西、番手から2番の藤原、藤原最後は捉えたか、内は1番の小西。